ビルジュウォーターには怪物が存在する。幼い頃、私の母はガングプランクという名のクズに殺された。奴は私も撃ち捨て置いた。裁きなどない。ビルジュウォーターじゃ奴がルールだった。私は奴を追い、奴の部下を殺した。奴の死を見届けた。波にさらわれる姿、でもまだ怪物はいる。何世紀もブールの民は怪物たちから島を守ってきた。でも暗黒の時を恐れている。死をもたらす黒き霧が襲来し、シャドウアイルの亡き者たちが押し寄せる。暗黒の時が力を増していく一方で、ブールとの距離は遠くなるばかり。いつまで祈りや魔法が当てになるわけ。こっちの怪物は生身の人間だ。恐れるに足りない。恐ろしいのはただ一つ、怪物になること。ここからの眺めは平和ね。ま、そんなわけないけど。おはよう船長、お客が着いたぜ。レーフェン、覚えてる？欲しいものを奪い、行きたい場所へ行ってた頃のこと、好き放題してたあの頃。それが今やどう？ご丁寧に約束を取り付けて、交渉なんて。まあ交渉ったって銃は欠かせねえよな。だとしても略奪王だった頃のガングプランクは銃しか使わなかった。ギャングを暴力でまとめ上げたとして、救世主だと思ってもらえるかしら。ああ、ガングプランクはただの暴君だった。あんたはタフだが冷酷じゃない。俺はあんたの相棒なのが誇らしい。他のクルーも船長があんたで喜んでる。奴らもあんたになら従うよ。時間の問題だ。死んだら従うこともできない。全員消える前に考えを変えてくれるといいけど。棒でしつけなきゃ尻尾を振らねえ犬はいるもんさ。まあいいわ、ソーン船長がお待ちかねだね。あんたが死ねば憎しみも消えると。でも違った。船長、
この胸には今でも弾が残ってる。ガングプランクを殺すだけじゃダメだった。だが奴に勝ったんだ。あんたはそうやって息をしてるが、奴は海の底で腐ってるんだぜ。その弾丸は思い出の品だと思えよ。思い出したくもないけどね。改装中のようだな。いいでしょ、ちょっと女らしくしようと思って。前の持ち主も多分気にしないだろうし。気にするも何も、あいつを仲間もろとも片付けたのはあんただろうが。孫船長、交渉したいのか私の趣味にケチをつけたいのか、どっち？こちらの提案は検討してくれたんだろうね。提案？俺の島を引き渡せってやつか。それに船と手下を全員だと。ミス・フォーチュン、ガング・プランクを殺し、この素敵なアジトを手に入れたって、あんたは俺の女王にはなれねえ。ビルジウォーターの王の座はまだ決まっちゃいねえ。諦めな、お嬢さん。その綺麗な顔を台無しにするのは忍びねえ。とんだ交渉だぜ。レーフェン、楽しくなってきたじゃないの。Thank you.
正式に降伏するってことでいいんだね。シンジケートがてめえに従うなんぞありえねえぞ。そんなことになるなら死んだ方がマシだ。ええ、でも他のみんなはどう？船長と同じ意見なのかい？ではソーン船長、この会合はここまでだね。残りのみんな、私の船へようこそ。忠誠を示せば報酬を手にできる。ただし裏切ったりガングプランクの名を口に出したりしたら、前の船長と一緒に棺桶に入ることになるよ。分かった？イエスサー。頭の固い奴ら以外は仲間にできたな。これでシンジケートは俺たちの側だ。奴らの船も銃もな。でもボスたちは落ちていない。そうだな。船長クラスの奴らを全員探し出し、鉛玉をぶち込んで首を縦に振らせてやる。ビルジウォーターはサラ・フォーチュンのものさ。